リークは十国南党の第三代の国主、アトシュと呼ばれる。君主としての政治的能力はほとんどなく、それよりも文学的、芸術的な才能の方がはるかに優れていた。特に陰文の一種で勃興しつつあったジャンルである死の体制者として知られる。父の元総理も芸術方面で評価されているため南東二種と併称されている。 元の縄李樹家。登元元元年、第二代皇帝の元総理の六夫として誕生した。母は、昭皇后、兄に、李弘敷ら五人、弟に、李従前ら五人、子に、李中愚、李中仙らがいる。特筆すべき身体的特徴として、瞳が二重だったというものがある。幼い頃から早くも、自文や書画に才能を見せていた。元は、帝王だったが、 剣徳六年に大使だった広式が没しその他の兄も皆創生していたため、後継者と目されて、高に封税られた。剣高市二年、公州に戦とすると、理事課は大使に立てられて、元の都である金病で韓国として、国事代行を担うことになった。6月、元宗が放ずると金病で即位し、利益と改名した。内政では貨幣に鉄線を導入して、 経済を混乱させ、徴用する、半広し始めなどの進化に任せきりであった。国力が衰えてきたとはいえ、高難の豊かな、経済力を背景に、自身の死や数々の逸話で知られるような、文芸活動と懸案豪華な宮廷生活を続けていった。開けたから4年、僧に配慮して、国語を唐に変わって、高難とした。開けたから七年、僧は、 ピークの来庁を要請したがこれを拒否したため、口実を与えて、信仰を許すこととなった。そして開けたから8年12月、金郷が陥落し、北方に連行されることになった。開けたから9年1月、開封に到着し、以後南京生活を余儀なくされた。命行に封じられた。その最後は、目記によると、故郷を思う死を作ったことを大層に知られ、 元気役という何度も体を折り曲げて苦しみながら、死に至る猛毒を盛られて暗殺されたという。死後、豪を追蔵された。政務に熱心ではなかった、リークであるが、文芸の際は死をはじめとして、書や絵画などの分野にも、心血を注ぎ、当時散逸していた、等の幻想が編曲した、芸奨羽頃もの曲の復元にも注力した。処法は、 金作刀と呼ばれるもので味のある微妙な震えの表現が特徴である。詩は、リークが亡国を経験する前後で作風が異なる。宮中で生活していた頃の作品は、花鳥風月や男女間の機微を歌ったりと、過微なものがほとんどであった。しかし、遊兵生活という境遇は、リークの心情に大きな変化をもたらし、そこから生まれた哀愁な表現は、交換や、 公共の念といった悲壮さを帯びており、芸術的に一層の高まりを見せた。ちなみにテレサテンは、アルバム、淡々友情の中でそのうち三詞に現代風の曲を、付けたものを歌っている。中国詩人選手16リークで紹介されている。リークは自ら用いる文房具の発展に寄与した。玉で作られた筆、四尾すずりというすずり、名職人理定形による墨。 そして、宮中の陸が、上層文の閲覧や書斎としていた建物の名をとって、清志神道士と呼ばれた紙が有名である。これらは、専門の部局を設置して、製造に当たらせるほどの熱の入れようであった。高校、初雪が因学生、超強史上。ありがとうございます。